こんにちは。死というテーマでいただきましたね。まあ、命かけて生きること。生きているんだけども、生物学的には生きているけども、人間としての尊厳や意志を失って生きること。まあ、果たして生きるっていうのは、どこまでのテリトリーを生きるというのかなってことでございます。まあ、安楽死という問題もありますけどもね。例えば自分の家族が、生命維持装置をつけるかつけないかっていうところまで来てですね、どうされます延命治療されますかって聞かれるそうなんですよ。 で私は両親から延命治療の必要はないというふうに聞いてるんで、延命治療はしないつもりでございます。で私自身も同じような気持ちで、延命治療をしてね、自分っていう自我が失われて、客観的にも、主観的にも、自分からどんどん離れていってしまって、すでにね、自分のやりたいこともできないし、言いたいことも言えないし、ただ、命が流れいてるだけで、それで、まあ命と言えるのかな、 というところなんですよね私的には自分の意思を失って抜け殻ようになった時点でそれは私ではなくて私ではないあとは残された人が形だけでもいいから呼吸をしてくれればいいとかね反応がなくてもそこに人間として新陳代謝が行われてればいいっていうふうな価値観だったら困っちゃうんですけどもうんでもね やっぱり自分の意思で生き自分の意思で死にたいなと思いますよね、まあ、死ぬのは本当寂しいですけども、まあ、それも受け入れて死ぬことによって自分の生命を完成させたいという気持ちはありますね今はね、うんまあ、それで死についてなんですけども「幸せ」っていう言葉の文字遊びでもあるんですけども自分の尊敬するようなね師匠と出会えることが幸せ 死と合わせてくれる運命に対して幸せというふうに感じる言い方もありますしもう一つはね死ぬことによって死と巡り合わされることによって幸せを得るという考え方もあるらしいんですよ要するに何のために死んでいくかっていうその答えが自分なりに見いだした時にその答えと同じような死に方ができた時にああ幸せなんだなと例えば私だったらこの人のために生きて死んでいくんだなと思った時にあ,あ自分というものが 完成したななって思えるわけなんですよね、まあ、少なくとも私は国のために死ぬつもりはないんですけども二次的にですよ家族を守るために国が必要なんだったらじゃあ言い方としては国のために死ぬとも言えなくもないよねっていうことで、まあ、本来は8割9割ぐらいは自分の愛する者の,のためになんですけどもでも普通にするものとしてまあ国もまあついでに乗っけてあげるよみたいな感じですかね。幸せっっててことですかねだかねだら師師匠のっていう字は ああ必ずしも人間ではなくてね歴史上の事実とかそれから現象とか自分の思いとか出来事とか時には失敗とか人類学的なああ滅亡とかねそういったものからも学べるんじゃないかなと思うんですよ。で学んだからといってああよかったで終わっていたら死に会えることにはならずに今度はね自分があ,あこの考え方とかこの出来事には学んだなもう心の師匠だなと思ったらそれが人物じゃなくてもね 自分の中に咀嚼できた時に今度はその思いを誰かが受け取ってくれたらあ自分を師匠の師としてその人は受け取ってその考え方に対してね一つの幸せを生み出したんだなと思ったらこれまた望ましいことだなと思いましたね。まあ、考えてみたら「師」っていう言葉なんですけどもどういった意味があるのかちょっと今ね私も知らなかったので調べてみましょう。師匠なりたちということで調べてみますと。 死という漢字の意味、成り立ち、読み方、画数、そういったものがありますんで、ちょっと見てみましょう。はい。<laughs> いっぱい出てますね。死っていう言葉はね、えー、っと、死、うのような漢字と死っていう,う、まあ、漢字が組み合わさってできた絵文字だと。で、師匠の死の字のこっちのね、変っていうんですか、なんて読むのか分かりませんけども、ひょうたんみたいなあれ。 戦争に出る前軍が勝利を祈って備えた肉を示しているらしいですねあお肉のことなんだねで片方のこっちのあの「位置っていう感じに似たね「死」っていうのはその肉を切り分ける刀だそうですね肉を切るところを死と呼んだらしいです肉を切り分けるのは権限のある将軍であったことから指導者先生の意味として使われるようになりましたさて次は読み方です 死という漢字の読み方を知っていますかもしかしたら意外な読み方があるかもしれませんということでチェックしています。いっぱいありますね。死はす、死しょう、死しょう、死底、死恩、死負、死児、死死、死漁、死亡、死氷、死有。もう言ったら切りがないんでここら辺にしときますけども、訓、えー、読みでは、都、戦とも読むらしいです。これ私初めて知りましたね。死っていう字は、訓読みすると、都、戦という読み方もできるそうです。その他、 素品ととといってね師匠の詩に兄と書くこともでできるらしいんですようんやっぱり漢字一つにもドラマがあり歴史がありあの込められた思いがあるんですねやっぱりねすごいですねいや漢字一つ一つにこれほど深い学びがあるとはまさに師匠と出会った気持ちでございますこれからも言葉を大切にそして文字一つ一つを丁寧に伝えていこうかと思います私たちはネットビジネスというビジネスを扱っていますけども 情報発信、コンテンツ提供業である限り、この字を伝える、文字を伝える、言葉を伝えるってことはまさに変わらないわけですからね。これからも大切に言葉を扱っていこうかなと思っております。今回は死というテーマでお送りしました。それではまたよろしくお願いします。